ロボットです。クラシック音楽界隈の残酷な真実というね、動画を先ほど視聴しまして、バイオリン教室を主催しているバイオリニストの方がアップロードしている動画で、なんかすごく勢いのあるチャンネルだなという印象を受けたんですけど、そして動画の内容も結構ね、面白いし、チャンネル全体の動画もクオリティが高そうだなっていう印象をすごい受けました。大変好印象だったし、その残酷な真実とか言って、まあ厳しい話をしてるんですけど、こういろんなところにすごく気を使いながら喋っている。多分台本をすごく練って、取り直しも何度もしたんだろうなっていうのが、もうバシバシと伝わってくる内容で、そもそも思想が持ったクラシック界隈とか音楽大学の闇を暴露する系の動画も大好きすぎて、おすすめに流れてきたら必ず視聴するし、なんなら自分で検索して見に行く勢いなわけなんですけど、まあ、っていうね、その大好きっぷりを、まあ、差し引いても、やっぱ結構ね、感銘を受けたわけなんですけど、でその動画の中で、音楽大学の学生は常識がない、音楽家は常識がないから、その常識がないっていう自覚を持たないと仕事がないよみたいなね、主張してるんですよ。ただね、これについてね、やっぱすごく思ったのが、音楽家はね、常識なくていいよっていう 雑感を持ちまして、音楽家は音楽の常識を持っていてくれっていう、これは思想家のね、ひそやかなね、願いでございます。以前というより、このチャンネル内で低戦率のように申し上げてますが、自分が最初に勤めた音楽教室のね、ピアノ講師の方々、ブラームスの交響曲が200曲とか、ベートーベンのピアノ・ソナタは全部で2曲とか、バッハとストラヴィンスキーが同い年生まれとか、まあ、そういうね、ことをおっしゃっておりまして、そこのね、常識がない方がね、よっぽど問題だと思うんですよ。その先に紹介した動画の中では、まあ時間を守るとか、挨拶をするとか、お金の計算をきちんとするとか、そういうことをちゃんと踏まえないと音楽の仕事だって絶対にもらえないよっていう主張しておりましてね、まあ、それは確かにその通りなんですよ。でもね、自分はね、確定申告なんをもうなんかできない人でもいいから、時間を守らない人でもいいから、約束を裏切る人でもいいから、もう女ったらしでもうどんなもう見境なく手を出す人でもいいから、ベートーベンのピアノ・ソナタは全部で32曲あるってことを、常識として押さえてほしいなっていうことをね、すごかった思ったりしますね。まあ、その方がね、おっしゃってることって、あの方多分すごい優秀で、音楽の勉強、クラシック音楽の勉強、そしてバイオリンのその練習っていうものに関してはもう熱心にやってこられているから、ああいう発言ができると思うんですけど、そこを抑えてない音楽家っていうのはことのほか多いわけで、そこっていうのは、音楽家としての常識、音楽家としての常識を抑えて、次に一般常識っていう流れでね、いいと思うんですよね。専門家っていうのはまあそういうもんだと思うし、それはそのレベルのこうちょっとした個性をやっぱ受け入れられない社会の方が自分は問題だなと思うんですよね。だって、一般常識を抑えてるだけの人に、この差別化を図るために、やっぱ音楽の知識、っていうものがね、知識、技術が必要なわけだから、当然のように、語ってますけど、特に YouTube で発信してる音楽家の方々とか、配信者の方々、いろいろ、音楽家として今後生き残っていくためにっていう主張をね、結構、そしてまたそれが結構バズるから、YouTube のアルゴリズム上で、まあ、注目されちゃうんですけど、本当にやっぱり大事なのは、音楽家としての常識を持ってるかどうか。そこが、まずないと、音楽自体をね、深められないので、別に音楽家として活動を継続することは、全然、経済的に、サバイブしていくことは、全然できると思うんですけど、大事なのは音楽家として成長していけること、深みを増していけることなんじゃないかなっていうのをね、最近すごくしみじみ思うんですよ。はい。くそ、最近短めの動画撮ろうとしてるのに結局5分近くかかってるな。本当はなんか2分くらいでまとめたいんですけどね。まあ、最後に、付け加えておくと、配信とかや、熱心でやってる方の方が、すごくやっぱり認知度も上がって、知名度も上がって、
音楽家としての活動の幅を広げていけるわけなんですけど、個人的には配信を全くやらないし、事務作業とか告知活動も超面倒くさがりでやりたがらないしっていう知らざれざる音楽家の方が個性的で面白い方多いなという印象がね、ございます。結局ね、配信とかね、なんか広報活動とかね、事務作業とかがね、できる人っていうのはね、まあ、たまたまこれまでやってきた経験値が音楽、作曲とか演奏の方に寄っていたっていうだけで、別に、何でもできるんですよね。会社勤めもできるし、自営業もできるし、公務員だって、まあ、何だってできるスキルがあるんですよ。あと、そういう性格、肩書きというか、本当にね、音楽の能力しかない人っていうのはですね、本当に、広報もしないし、告知もしないし、アピールもしないし、っていうことは人とあんまり繋がらないし、まあ、あんまり仕事もないっていうパターンも結構あるんですけど、そういう人のね、作品とかね、演奏っていうのはね、まあ、すごく魅力的に思える、ことが多いんですよね。このご時世だからこそ。っていう才能の方も、まあ、大事にするような、ね、流れがもう一度来てほしいなと思ったりはします。はい、以上です。